土倉朝と並んだ、ロサンゼルス五輪日本女子リレーメンバー、京都市出身。祖父は、大和の三輪王と歌われた、土倉昌三郎で、昌三郎の長男、鶴松の娘が朝である。京都府立京都第一、高等女学校高等科在学中、1932年、ロサンゼルスオリンピックに女子100メートル競争及び400メートルリレー走に出場。前者は、 予選落ちしたが、後者で、日本チームは5位に入賞した。ロサンゼルスに向かう戦場で、総幅飛びで出場した田島直人と知り合う。田島直人が3段飛べで金メダルを獲得した1936年ベルリンオリンピック後に2人は結婚した。1964年東京オリンピックでは、国立競技場で VIP のアテンドや、 メダルセレモニーの際のホステス役を務めるコンパニオンが設けられ、当初は陸上競技関係者に声がかけられた。朝も娘と共にコンパニオンを務めている。2008年4月20日、大腸がんのため鎌倉市の病院で死去した。ありがとうございます。